はい、こんにちは、よいふけいです。早速来てくださった方ありがとうございます。ちょっと音小さいな。いや、なんかモニターしてる音かなんですけど、どうかな、ちょっと待ってください。イヤホンかな、なんかちょっと音小さいな。なんでこの音小さいんだろう。なんか音とかどうですかね、変かな。表情見る限り普通なんだけど。まあ一回やる、じゃあやるか。なんでこの音小さいんだろうな。イヤホンがぶっ壊れたかな。まあいいや。修羅の道、31F ですね。あ、普通ですか。じゃあこのイヤホンがもうダメかな。寿命ですね。そうすると。あ、新しいの買わなくちゃな。わかりました。どうもです。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。31F ね。じゃあやりますかね。参ったな。イヤホン買い替えか。しょうがないな。しょっちゅうイヤホン壊れるよな。で、お酒がもうあんまりない。あ、キルキルさん、どうもです。はい。31F。なんか今、店の中ですね。大丈夫だな。よしよし。そうですね。結構壊れますね。まあ、しょっちゅう買い替えてんだけどね。はいはい。刀の値段を確認したんだね。で、これプラス1っぽい、どうやら。だな。で、確認したいこと。なんか、そうだ。確認ではないんだけども、まあいいや。これとりあえずここに置いておこう。で、矢打ってとかいいかな。矢を見ないし。どこだっけかな、盾？盾がどこにありましたね。これではない。まあ、それでもいいけど、それ打ってもいいけど、まとまった値段になるんで、音モニターしてるんですよ。なんていうのかな、PC に入力する音をモニターしてるんですね。で、だから、なんで、喋ってる音と、あと、ゲームの音、モニターしてるんですよ。で、思い立てね。これ、力の出はこれどうしようか。いらないんだったらこれ、売ってった方がいいよな。だから、封印ゼロ回転がね、これ交換して、売ってこう。待って、封印ゼロ回も売ればいいんか。ちょっといろいろ下ってますね。なんかここに置いていこうか。なんか、いらないものなんかあんのかい？なんだろうね。でも、封印ゼロ回使えないこともないからな。どうしようか。ちょっとここで変なミスとかしたくないからな。アイテムを忘れるとかさ。万が一忘れてもいいように、こういうものをしておこう。まあ、後で取りに行きます。そこに、癒しが1個あると。で、ここゲイザがいるからな、ちょっと気をつけていかないとな。気をつけていかないとか、こうやって、なんか普通にダッシュとかしてんだけど。いや、ちょっと投げるの怖いから。思い立て、そうだ、陰はどうなってんだ。はいはい。ちょっと埋めるの大変そうなんでね。やっぱり思い立てにプラスがあったとしても、ちょっと難しいかな。持っていくのは。で、力の盾と、封印0回使えますけどね。ちょっと待って、他に封印できるものとかあるのかな。対処できるもの。どうしようか。不幸がありますね。でもその手のものが少ないのか。で、まあいいや。行っていこう。はい。まあ、ちょっとまたこれ刀折ることになるか。こいつは拾う。取ろう。はい。お金も減ってきたからな。若干お金か。加速の杖か。で、あ、これ明かりね。明かりは持っていこうか。まあ、こんなところでしょう。で、確かしばらく合成できないんじゃなかったかな。次合成できるのはいつだろうな。どうしようか。まあいいや、これ買っていこう。300の草は置いていこう。なんかしばらく合成できないような気がする。確か。次合成できるのはいつだっけかな。普通に戦ったらどうなるんだっけ？これしばらくやってなかったからよく覚えてないんだよね。まあ普通に戦ってみるか。あ、やっぱきついか、ちょっと。なるほど。で、あ、これか。で、これ問題ないかな？よし、じゃあ行こうか。もう次の回行きます。
あの下にあった壺は、やり過ごしかなんかだった気がしますね。で、食い物自体がそんなに良くないのかな。チョコバナナが3つ4つか。なるほどね。なるほど。どっかで稼いでいきたいかな、食料。そんな感じですかね。で、32階かな。前回はここで倒されたんだな。前回じゃない、詳しく言うと前々回ってことなのか。そう、まあそういうことになってるみたいだが、はい。で、左にはあるアイテムは、なるほどね。ドッキリしつけてるから普通に戦って OK。 よし、罠見てた方がいいんだっけ。とりあえずいいか。敵は近くにいるときやった方がいいな。おっと、装備外し。そうか。刀プラス1とか、思わず持ってきちゃったけども。どうなんですかね。ゾワゾワのが有効だよね。どう考えても。どうしよっか。どうしますか。まあ明らかにゾワゾワの方が有効。どうしよう。まあいいや。一応こう貸そうか。はい。まあ捨てていく気はないんだけども、出しとかしていいのかな。この階層は、チェインヘッドくらいかな、きついのは。あ、間違えた間違えた。何やってんの。あ、ちょっと待った。あ、攻撃力大したことないな。そういえば俺、あ、なんかちょっと動きがすごいおかしいんだけど、大丈夫。なんか変なダッシュしちゃったよ。あの、なんだっけ、3位入ってんだね、武器に。だから、カードを利用すればいいんじゃない。合成来たぞ。合成来たか。なんか合成しようか。でも合成できるものっていうと特にない気がするんだけど。まあ壺関係だよね。壺じゃない、やつえだよね。ちょっと言ってることはマジおかしいんだけど、大丈夫かな。大丈夫かな俺。どうしようかこれ。参ったね。アイテム持ちきれないんだけど。何置いとけばいいかわからないし、とりあえず置いておこうか。とりあえず置いておこう。この階層で粘ることになるのかな、よくわかんないけど。あ、店か。ほんと店多い。うわ、盾屋さんか。ちょっといいものあるかも。はい。なるほど。じゃあ、ここで目いっぱい買う？どうしようかな。思い立て。ちょっとじゃあ、値段見ようか。これはプラスっぽいな。ちょっと、一つ一つ確認しよう。合成があるんだから、ここに持ってきて合成しようか、盾の。修正値を見よう。これは、ちょっと待って、プラス1かな。ちょっと待ってくださいね。プラス1個ついてると 5% か。プラス240になってる。4800みたいですね。これプラス1っぽいですね。じゃあ、ちょっと確認しようか。装備しても良さそうなもの。呪われたら最悪だからな。プラス1っぽいですね。なるほどね。ちょっと1個ずつ確認していきますね。ちょっと時間かかっちゃってしょうがないな。まあいいや。なかなか倒せないね。隕石。こいつのプラマイありそうだな。値段がなんか、あ、これ3200ですね。元の値段が。これかなりプラスっぽいんだが、呪いとかついてるかもしれないか。まあいいや。一個ずつ確認していこう。確かお払いが一個あったから。あ、プラス3だ。祝福付き。ナイス。なるほど。あ、これは置いておこう。これプラス1っぽいけどね、今も。2400。これはベーシックだな。これ覚えてます。金庫。こいつはプラス1っぽいですね。なるほどな。これ元の値段これ1800かな。あ、プラス2だ。間違ってる。そうだ、10% もね。そうだそうだ。なるべく安いものを買っていこう。隕石。3360円ね。円じゃなかった、キタン。360ってことは、プラスはなんかありそうだな。これプラス1か。これはプラス1っぽいですね。ですね。よしよし。
修正値たくさん集まるかもしれないですね。反撃2760、反撃の元の値段はちょっと待ってください。いや実はね俺メモ用意してるんだよね。はい、これはマイナスですね。これは装備しちゃいけないですね。これはあの反撃は元3000みたいですね。で獣2760、これはプラスかな。うん、プラスついてるみたいですね。プラスいくつだろうな。でももうなんか呪われたりすることあるみたいだからな。プラスでもプラス3か、いいですね。なるほどなるほどなるほど。銃をつけて、うん、いっぱい来たな。まあいいや。もしかしてこう奴隷系が多いんかな。これは思い立てはいいか。よしよし、いいじゃないか。よし、じゃあちょっと回ろうか。うん、そうしよう。回ります。あー、食料事情なんとかしないとな。まあまだまだ飢える段階じゃないけどね。変化感、そうか、うん、変化使っていこうか。よしよし、まあいいや。とりあえず一通り回りますね。ちょっとここでもまた時間かかりそうですね。ほんとゆっくりした配信だよな。うん、いや元から俺のプレイはほんとゆっくりなんだけど、なおさらゆっくりですね。うん、敵が近くにいるとぐらいでいいな、ほんとは。なんか今とりあえず、うん、まだ32だしな。で修正値集まってくれるみたいだし、ナイスだな。いい感じじゃないかな。力守り、じゃあ、力を外していいか。じゃあ炭じゃなかったら呪いでもつけようか。下にあるのが、癒しそうね。うん、戦車来ちゃったね。まあ普通にやっていこうか。確か特攻ついてるな、縦に。特攻じゃない、なんて言えばいいの、防御はついてるから。たまにはでもこれ使っていこうか。あ、しまった、マグマがあるんか。早くアイテム回収した方がいいわこれ。そうだよな、そういえばこうマグマがあるんだから、さっさと行こう。さっさと行くっつっても別にダッシュする必要ないんだよね。あの癒しと消えちゃうかもしれないってことね。うん、はい、どうもです、こんにちは。じゃあどうしようか。また癒しと交換するか。とりあえず矢を入れてみようか、変化に。ちょっともったいないんだけどね、貴重品だから。本当は石にしようか。あ、そっちの方がいいか。じゃあ石5つかな。うん、じゃこれちょっとまず入れてみよう。まあ剣を入れないようにしないとね。変化にね、なんか食い物でも出てくれればラッキーなんだが。お、天の恵み出た。天の恵み本当はなんか持ってきたいんですけど、呪い解除するようにね。だけどもここはちょっと入れちゃいますね。じゃあかった、読んじゃいますわ。ちょっとアイテム圧迫されてるからね。あの今作であの個人的に不満があるところっていうのがあって、変化に使った時にあの中に壺が生じないんですね。それがなんか嫌ですね。これどうしようかな。じゃあやっぱ最善の通りなんかアイテム置いておこう。明かりでいいか。まあ明かりはたくさん欲しいんですけどね、本当に。まあ5枚は欲しいな。といってもまあ真相で読みたいって話なんで当面は問題ないんですけど、でこれ一回買わなくちゃいけないんだな。うん、とりあえず変化はこれ開けてみようか。値段なんか確認しましょうや。これじゃあ、待って、高飛び出たか。高飛び出ましたね。あ、腕輪か。なんだ。腕輪だった。腕輪じゃな。はい、これ割っちゃおう。で、吸い出しか。どうしようかな。まあいいや、吸い出しはとりあえず置いておいて。草もよくわかんないな。毒消しそう、これ飲んじゃおっか。飲んじゃっと OK だな。で、高飛び打ってこう。天の恵み、じゃあ読んじゃいます。連携。で、黄緑の草ね。あ、拾えてよかった。どうしようかな。これじゃあ避難しよう。投げて、値段確認したいんですけど、とりあえず腕を折りますよ。あ、ちょっと待った、刀か。
ちょっと待った。うん。まあ、一回打っちゃおうか。いや、刀打っちゃいました。で、あとこれか。いろいろと煩わしいですね。投げる。なんだろう、105か。なんだか分かんないな。萎縮症とか、あ、威嚇症だとか、そういうものが出てないんですね。ちょっと飲むのもためられるな。かといってなんか識別の優先順位は低いって感じですね。混乱とか出てなかったかな。あとなんだっけ、足元に、あ、下の方に部屋にあるアイテム持ってきた方がいいんかな。持ってきた方がいいんだろうが、じゃあとりあえず買っていこう。プラスのあるもの、欲しいのはプラス2とかかな。なんか適当なものと、まあ売らないんで、これはプラマイナスか。あとは、これか。買っちゃっていいかな、でもな。こんな大金で。四合石とかどうしようか。これはぜひとも欲しいな。あとは、こんなところかな。隕石これプラス1か。プラス1はちょっと難しいかな。縦、全部で4つになるかな。なんか入れたい盾とかあったかな。他にないと思うんだけど。あとは、動かずがあるけど、これはまあ、放っておくからね。で、これ家にして、あといくらだろう。8000か。マイク買っちゃおうか。あー、金かかるわ。じゃあちょっと盾合成しよう。合成持ってきてるな。よし、じゃあ、中央、強化します。で、あとは、これね。22になった。いいですね。これ、吸い出しがあるか。どうしようか。吸い出し読んじゃおっか。吸い出し読むとどうなのかな。まだ合成できるかな。まあでも、どうせプラス1とかだからね。まあ一回でも読んじゃおうか。はい、じゃあちょっと読んでみよう。で、防御力高まった。うん、2回ですね。なるほどね。よし、じゃああとは下にあるアイテム。じゃあこれか。この辺のものを確認。じゃあこうやって拾って。まあこんなところかな。じゃあ次行きますかね。あ、消えそうだった。危なかった。よし、拾ったな。よしよし。あとは癒しか。癒しどうしますかね。ね。癒しを混ぜたいんだよね、本当は。縦にね。どうしようかな。これね。あと2つか、イン。今ので何気に所持金守りが入りましたね。こっち一撃で落とせるんだっけ。あ、大丈夫だ。若干怖いけどね、あれね。癒しそうね。どうしようか。なんかいらないものってなんかあるかな。わかりませんね。なんかみんな必要なもののような気がする。オートギリかな、置いておくとすると。じゃあ、オートギリ飲もっか。ちょっと HP 上げよう。もったいないな。壺が欲しいですね。保存とか欲しいな。よし、じゃあ行こっか。よし。で、ドッキリ装備してた方がいいんかな。もうしばらく出るような気がしますね。サソリ。しばらくバナナを拾ってないですね。足元なんかある。目薬そうか。これは絶対欲しいな。どうしよっか。また癒しと交換して保留にしようか。じゃあ。目薬そうは絶対欲しいな、本当に。あとあの壺は何でしょうか。
あ、別にいいや、こいつ一撃で落とせるんだろうな。うん、まあ小細工はいらないな。で、これね、なんだろう、割れない壺か。うん、割れない壺だよな。せめてただの壺とかにしてほしいわ。はい、お、2回攻撃した。あ、ちょっと今大敵なんだけど、どうしよっかな。食い物、ちょっとマジネックになりかねんぞ。どうしよっか、腹持ちとかね、欲しいですね。だけど多分レアなんでしょうね。あ、マイナスじゃなかった、封印ギタン、これは窓か、いいですね。窓欲しいけど、どうしようか。あ、窓合成しようか。窓は4回があるな。よし、じゃあ合成しよう。ちょっと待って、こいつをまず、どんどん使っちゃおう。入れて。でもしばらくこんな感じかもね。うん。チェインヘッドが出なくなれば、しばらく安定するんじゃないかなと思ってるんで。まあ、この階層だったらね、多分。防御力高くなりましたからね。で、これ拾う。矢打っていこうか。これ何が危険なんだろうな。なんか、ゲイズぐらいかな、でもな。どうなんだろう。ゲイズぐらいですかね。こいつは。ちょっと命を取られかねないのは。やっぱこいつぐらいかな。これ、さっきのね、あいつぐらいじゃないかなと。敵一瞬見なかったね。まあいいや。あ、ちょっと殴られた。お、ちょっとこ、おお、すごいコンビネーションだね。どうなんだ、強情になったら、あ、なっちゃった。強情戦車になっちゃったけど。とりあえず引いてみるか。あ、待って、一鉄になるかな。どうしようか。一鉄になったら手に負えんか。てか、こいつ倒せるかな。よしよし、いけたいけた。回復アイテム使用することないかな。普通に窓とかやった方が良かったか。どうしようか。癒しそうとか使っちゃおう。あ、更新しましたね。癒しそう飲んじゃおう。この回数はちょっといいことなかったな。まあ、早めに行こう。戦車、やっぱ侮れないっすね。ほんと侮れない。強敵だわ。で、置いてったアイテムを回収して、もう行こう。あ、ちょっと。食料とか稼げるようなね。あ、しまった。よく見てなかった。ちょっともう少し慎重にならないとな。あ、これ割れない壺か。あ、消えちゃったんかな。なんか俺置いてったっけ。割れない壺ともかくいらないな。いや、もう次行こう。このとこ行ってもしょうがないわ。あ、しまった。めっちゃなんか、なんて言えばいいかな。あれ？サインで攻撃できないのこれ。そうなのか。諦めたかな。これ開けといた方がいいか。こいつあんま意味ないか。扉意味ないのかなこれは。こっちに来るかな。あ、来た。来た。ちょっと立ち回り良くないですね、なんか。慎重さに欠けるし。こっちに、ちょっと待って。はいはい、ゲイズね。はい、こっちに来い。で、ゾウが、こっちに来ない。おっと、ちょっと待って。ちょっとコンビネーションがなかなかすごいよ。この時、結託してるっていうか。あ、いや、こいつはいいや。普通にやって OK。で、1回戦の月バナナ1個消費してる感じだな。ちょっと今の動きも良くなかったし。ちょっと待った。あ、開けてやろうと思ったのに。ちょっと親切でなんかそういうことやるもんじゃないな。じゃあちょっと矢打ちながら行くか。これ石だった。ちょっとプレイに制裁を変えてる感じだね。本当に。あと回復しながら行きたいけど、ちょっと食料なんとかしないとな。もう一個消費する感じだもんな。
どうしようか。いいか、じゃあもうとりあえず行こうか。34。チェインヘッドどこまでやんだろうな。チェインヘッドとあと戦車。そうだ、腕は円筒が欲しいんですね。モンストーン、まあいいや、つけてみよう。違う、いらないもんだ。腕はどうしようか。呪い受けにしようか。何がいいかよくわからないな。あ、放置とかかもしれないかな。まあいいか。おん、ちょっとどうしようか。 HP 低くなってきた。回復つけて歩こうか。回復アイテムを使ってしまった方がいいか、それとも草2つ、癒し草、命の草。うーん、そうか。じゃあちょっとお言葉に甘えて飲んでいこうか。命の草どうしようかな。これに入るんだったら入れてしまってもいいかな。どうしたもんかな。まあやめておけって言われそうだけど、他に剣に入れたいものっていうとほんと宅飛びぐらいしかないし、陰余るかもしれないしな。これはじゃあ飲んじゃおう。34回って出るのかな、あいつ。飲んじゃおう。大丈夫だった。なんだっけ、インドゥバか。インドゥバ出るんすかね。どっから出るんだろうな。あ、そういえばね、攻略ウィキの、敵出現テーブル、充実しましたね。はい、どうもです。あ、そうだ、上がらなくちゃね。はい、じゃあ次枠いきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。